シリーズでお伝えしている地球を守ろう今日は食料不足の救世主となるかもしれないある野菜についてお伝えします地球温暖化などの影響で農業をめぐる環境が厳しくなる中砂漠や塩分が混ざった水でも育つ砂漠のスーパーヒーローとも呼ばれる野菜を取材しました国土の80%を砂漠が占める UAE アラブ首長国連邦 農業に過酷な気象条件の中栽培の取り組みが行われているのがこの青々としたシーアススパラガスです。暑い気候で不足しがちなミネラルやビタミンなどの栄養素を多く含みさっと茹でるだけでサラダにしたり炒め物などいろいろな料理にアレンジできることからヨーロッパや北米の食卓で広く親しまれています。 こちらで育っているのがサリコルニア、その形からシーアスパラガスとも呼ばれています。少し食べてみます。しょっぱくてシャキシャキした食感です。乾燥地帯では地下水に塩分が溶け込みやすく、農業に不向きと言われますが、シーアスパラガスは塩分を含んだ水でよく育ち、砂漠での栽培にも適しています。 ドバイにある NPO では砂漠に適した食用植物を調査し気候変動に対応するための農業の研究を行っています塩水を使ってこれまでとは違う作物の栽培に力を入れる必要があるのです研究施設では食用の魚を塩分が含まれた地下水で養殖し その塩水をシーアスパラガスの栽培に再利用する試みも行っています。魚の糞が肥料となり、シーアスパラガスの生産量は3倍に。年に2回収穫ができ、大規模な生産が見込めます。間違いなくシーアスパラガスは砂漠地帯での食料の安定供給をある程度助けることができるでしょう。 シーアススパラガスに寄せられる大きな期待このシーアスパラガスを広めるため、ドバイ郊外にあるレストランでは、実際にシーアスパラガスを使ったメニューが提供されていますこちらがサリコルニアを使ったバーガー、ジュース、クッキー、パンなどが揃っています。 海外にも輸送しやすい商品を開発できれば、シーアスパラガスはどんどん普及していくでしょう食用だけでなく、バイオ燃料としてのポテンシャルもあるというシーアスパラガス。真の砂漠のスーパーヒーローとなるのか、その可能性に注目が集まります。 実際にスタジオにシーアスパラガスを用意しました。島田さん、食べてみてください,、はい。いただきます。うん、かなりはっきりした塩気で、うん、シャキシャキしてて、青々しとした味ですね。この塩味が塩分を多く含んだ土地で育った、うん、ということを、すごく実感できますよね。はい、で、このシーアスパラガスですが、バイオ燃料と原料としても将来性があり。 おととしには世界で初めて UAE からシーアスパラガス由来のバイオ燃料で飛行機が飛んだということです。